アナトーリー・ブランドコーフ。アナトーリー・アンドレイ・アビッチ・ブランドコーフ。アナトーリー・アンドレイ・アビッチ・ブランドコー八1859年1月6日、モスクワ1930年2月16日は、ロシア帝国末期からソビエト連邦早々期にかけ活躍したロシア人、チェリスト、音楽教師。ロシアにクラシック音楽が花開いた世紀に、生まれ、アントン・ルビンシュテ アレクサンドル・ジロティラ、当時の数多くの重要な作曲家や音楽家と協力し、チャイコフスキーやラフ・マニノフラ、同時代の傑出した作曲家の多くのチェロ作品を初演した。ソリストとして、ビルト・ヨーゾとして演奏に秀でていただけでなく、様式的な解釈や正確な長言、表情豊かな美音によっても名を馳せた。 高年モスクは音楽院教授に就任してからも演奏を続け、知名度ではより有名な作曲家や演奏家の影に隠れるようになったもの、その影響は有名作曲家の作品にも如実に現れている。生後間もなく父親に先立たれたため母親とおばによって養育された。姉が演奏していたボリショイ劇場において初めて芸術音楽に触れ、1867年に エクトル・ベル・リオーズの指揮によりベート園の公共曲第5番に接したことが最も重大な転機となった。8歳でモスクワ音楽院に通ってチェロを学び始めると在学中から教授や職業演奏家、聴衆の注目を集めるようになる。ドイツ人ビルトーゾ、ビルヘルム・フィッツェンハーゲンの訓導を受けつつ音楽理論を ピョートルチャイコフスキーに支持し、また著名な演奏家と共に原楽四重奏曲を演奏した。1877年に貴重な金メダルを授与されて音楽院を終了。1878年3月5日にニコライル・ビンシテインの公演で最初のリサイタルを開くが永続的な支持者を確保するには至らず、外国行きを決意する。 かろうじてギリギリの成功ではあったものの、当時のヨーロッパの音楽文化の中心地であったパリに行き、1881年から1889年までフランスに暮らしながら、ロンドンでも演奏会を行った。同時代のピアニストのアレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルが語ったところによると、ブランド・コーフの躍動的で感情に訴える演奏は、抽象理論や分析とは相入れないものだった。 1881年にサンイコール、サーンスのチェロ競争曲第1番を演奏すると、アンジェの祝賀演奏会に招待されて演奏することとなり、それまでの活動の山場を迎えた。ブランドコーフは、作家、ツルゲーネフの助手となり、そのつてで、アントン・ルビンシテインやアンナエシポは、アレクサンドル・ジロティラ・オークの友人や人脈を得た。1890年にチャイコフスキーは、 モスクワ音楽院に対して、ブランドコーフをチェロカの教授に迎えるように催促するが、院長ワシーリー・サホーノフは、教授職には若すぎるとの考えから、これを受け入れなかった。ブランドコーフはしばらくローザンヌで過ごした後、19歳のセルゲイ・ラフマニノフが独立して、最初の演奏会を開くことができるようでおかし、1892年のラフマニノフの演奏会デビューで、 この青年作曲家の新作を演奏した。この頃ブランドコーフは、チェロのための14の商品と、2つのチェロ競争曲を作曲している。1906年に、モスクワフィルハーモニー音楽演劇学校の教授と校長に就任し、1921年には、サンタチェチーリア国立アカデミアからの就任要請を断って、モスクワ音楽院教授に就任した。 最後のロマン主義者と称賛された、ウクライナ人チェリストのグレゴール・ピアティゴルスキーは、ブランドコーフの皇帝である。教授としては、学生との私的な交流を満喫した。A.V. ブローナという名の学生は、ブランドコーフ先生は、伝統的な意味での教師ではありませんでした。霊的な豊かさを惜しみなく分け与えてくれる親友であり、その指導は、典型となったのですと語っている。 モスクワで遊なナジェージラ・マズリナと結婚して、息子、サーシャを設ける。1914年に第一次世界大戦が始まると、しばしば不祥兵のための事前事業で講義を行った。1917年の10月革命以降は、ボリショイ劇場の一員となって付属オーケストラを設立し、演奏会で講演した。ボリショイ劇場での同僚であったゲリフネーガウスが1919 19年に、 伝えたところによる演奏会への道すがら、ブランドコーフは足を滑らせ自分の合気の上に倒れ込んでしまった。ネーガウスが思い出して言うには、ブランドコーフはケースを外すとチェロをまるで生き物のように抱きしめ、目からハラハラと涙をこぼした。最晩年になっても演奏会や講義に取り組み続け、ネーガウスと共演した1930年1月30日に、 最後の講演を行った。それから、およそ半月後に、モスクワにおいて成居した。71歳であった。ピョートル・チャイコフスキーこそは、ブランドコーフの出世の大立役者であった。チャイコフスキーは、ブランドコーフの演奏を高く評価しており、1887年の夏に、基礎的商品からの数ページを、ブランドコーフに送って、公表を求めている。ブランコーフは、 作曲者と相談せずに手を加え、1888年のパリショエを行った。出版府もブランドコーフ版によっている。基礎的商品はブランドコーフに検定された。ブランドコーフはセルゲイラフマニノフとも心温まる信仰を結んでいた。1892年2月11日、ラフマニノフの最初の角での演奏会においてブランドコーフは 悲しみの三重奏曲第2番に単調1892年の上演に加わり、チェロとピアノのための前奏曲作品2から一も演奏した。1907年2月25日には、悲しみの三重奏曲第2番の改訂版の上演にも加わっている。ラフマニノフは、1901年12月15日に、モスクワで、チェロ・ソナタと単調作品19を、 自らの伴奏のもと、ブランドコーフに初演してもらい、作品をブランドコーフに検定した。ブランドコーフは1902年5月12日に、ラフマニノフの挙式で振動付き添い役を務めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。